水木しげるロード。水木しげるロードは、日本の鳥取県境港市にある商店街の名称。観光対応型商店街であり、漫画家、水木しげるが描く妖怪の世界観をテーマとした観光名所として、日本で広く知られている。世紀の日本の妖怪像として、文化的価値も認知されている。境港駅から、本町アーケードまでの全長約800メートルの、 間に、水木の代表作、ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターを中心として、日本各地の妖怪たちをモチーフとした銅像など、多数のオブジェが設置されており、商店街は、同じ主題、共通のイメージコンセプトをもって、思い思いの販売、サービスを展開する、各市店舗、施設の集合体に成長している。坂港市が、市民から親しまれるコミュニティ道路を作ろうと、 全市一体となって整備したもので、同志出身の漫画家である、水木しげるの代表作、ゲゲゲの鬼太郎に登場する鬼太郎やネズミ男など、妖怪たちのオブジェ、エタイル、モーニュメントなどを歩道に設置して、水木しげるロードと名付けた。JR 境港駅前から伸びる、駅前通りは商店街となっており、歩道には百体を超す妖怪たちの銅像が設置されている。 この奇抜な発想が反響を呼び、マスコミなどにも取り上げられるようになってからは、全国的に知られるようになり、観光スポットとして各地から多くの観光客を集めるようになった。この人気にあやかり、妖怪のオブジェの他にも、妖怪神社ができたり、妖怪ポストが設置され、さらにゲゲゲの鬼太郎のイラストの入った、ラッピング列車も走るまでになり、水木しげるロードの人気を後押しした。 キャラクターを使った商店街活性化、地域おこし、街づくりの成功例であり、シャッター通りであった商店街の空き店舗に新規出店があるなどの好影響を生んでおり、その取り組みは商店街、地域活性化のモデルケースとして注目されている。2004年、平成16年12月、水木しげるロードは美しい日本の歩きたくなる道500選に入選。2006年、 平成18年5月には、水木しげるロード周辺商店街、本町アーケード商店街、松街町商店街、西本町商店街、及び、新道元町商店街が頑張る商店街77選に入選した。さらに人気を裏付けるように2017年8月、水木しげるロードは、一般社団法人アニメツーリズム協会が選定する。 日本国内外のアニメファンの投票を参考にした、訪れてみたい、日本のアニメ聖地88、18年版の一つにも選ばれている。同商店街で行われるイベントも盛んで、毎年夏には、妖怪フェスティバルや鬼太郎祭、妖怪オブジェコンクールが催される。オープンと同時に運行開始された JR 境線の鬼太郎列車を皮切り、これら日本妖怪及び、 水木妖怪のキャラクター性と、水木しげるロードの知名度を活かして多くのタイアップ事業が展開されている、工日、また、世界妖怪会議、妖怪そっくりさんコンテストなど多くの妖怪関連イベントが開催されている。2017年から実施された大規模なリニューアル工事は2018年7月に完成し、歩道の拡張、夜間照明の新設。 銅像の再配置などが行われた。境港市は日本有数の漁業によって立つ地域であり、それに伴って商店街も発展していった。しかし、1970年代に到来したモータリゼーションの変化や、1974年、昭和49年以降の大規模小売店の進出、CF 大規模小売店舗法などに押されて衰退し、空き店舗の増加、 シャッター通りなど、商業の空洞化が起きていた。堺港市は1989年、平成元年に、各界の著名人の提言を受け、緑と文化の街づくりの一環として、商店街に、堺港市出身の漫画家、水木しげるの代表作である、ゲゲゲの鬼太郎、悪魔君、道の三平に登場する妖怪をモチーフにした、銅像、ブロンズ製オブジェを設置する、 水木しげるロードの整備を決める。当初の目的は、周辺地域の商店街への回帰であった。オブジェの制作に関わる水木への著作料については、無料とする協力も受けている。このようにして、水木しげるロードは1993年、平成5年7月18日、銅像23体の設置をもってオープンした。当初は、像の一部が壊され盗まれるなどといった事件が、 発生したものの、これらの騒動が全国規模で報道されたのがきっかけとなり、県外での知名度が高まっていった。その後、徐々に像の数を増やしていき、1997年、平成9年には目標であった80体が完成した。2005年、平成17年には広く出資を募り、16体の寄贈を受けた。その後も2006年、 平成18年に120体、2010年、平成22年には139体に達し、2012年、平成24年には、スポンサー公募による11体と、水木しげる記念館内に3体が新設されて、合計153体に、2018年、平成30年には、ロード全体のリニューアルが行われて銅像は177体となった。 銅像が設置された1993年、平成5年には2万1000人であった。観光客数も、1994年、平成6年には10倍以上の28万1000人に、1997年、平成9年には38万344人と、上がっていった。以後の一時期は横ばいとなったものの、2003年、平成15年の水木茂る記念館、公述の開館、 2005年、平成17年に公開された映画、妖怪大戦争のヒットなどによる妖怪ブームによって、来場客はさらに増加した。2007年、平成19年には、ゲゲゲの鬼太郎のテレビアニメシリーズ第5期が新たに開始され、また、同作品の実写版映画、ゲゲゲ,ゲの鬼太郎、その一作目が公開入れた影響もあり、同年8月に、それまで目標としていた。 年間観光客数百万人を突破。最終的に147万人が訪れ、鳥取砂丘を超える一大観光地となった。続いて2008年、平成20年には172万人が訪れた。2007年のゴールデンウィーク期間中には1日で5万8000人が来場し、想定していた観光客数を大幅に上回り、駐車場が不足するという事態も起きた。 そのため、観光シーズンには駐車場の臨時増設などを行っているが、関係機関は JR 境線などの公共交通機関での来場を呼びかけている。2010年、平成22年には NHK の連続テレビ小説において、ゲゲゲの女房、原作は水木しげるの夫人の村布江の自伝の同名作品が放送され、人気を呼んだ。それとともに、 水木シュゲルロードを訪れる観光客も増加し、8月15日に観光客数は177万人を突破、過去最高の年間172万人、2008年の記録を経験と塗り替えたばかりか、それから1週間あまりしか経っていない8月23日には、悲願であった200万人の大台に乗った。11月中旬には、映画版、ゲゲゲの女房が公開されることから、 集客数250万人を年間目標に掲げた境港市観光協会であったが9月22日の時点で早くも達成し3度目の情報修正を行って目標300万人としたしかしこれも10月31日に達成し12月5日には350万人を突破年間観光客数は最終的に 史上空前の370万人を達成した。これは、前年までの最高記録であった2008年の倍、以上の数字である。これらの功績が評価され、翌2011年1月に、第8回関西元気文化検証、特別賞を、同年10月には、第3回観光庁長官表彰を受賞する。なお、堺港から、沖汽船、鬼太郎フェリーで結ばれ、 かつ、村家の先祖のある沖ノ島町への水木しげるロードの延長も進められており、島にはすでに銅像10体が設置されている。当館は、水木しげるの魔業及び関連事業の集大成として、水木自身が世界中から集めた妖怪関連のコレクションや、独自に制作したオブジェの展示などを中心に、水木しげると妖怪の世界を展示。 紹介する博物記念館である、水木しげるロードの最終地点であり、ゴールデンウィークや夏休み期間中は観光客で長蛇の列ができる。当初は1996年、平成8年に記念館の創設が提唱され、1999年、平成11年4月のオープンを目指したが、境港市の財政難が響いて凍結される結果となった。 しかしその後、水木しげるロードの集客力が当初の予想を大きく上回る規模となり、観光客数の劇的な増加に対応すべく、かかる観光地域の中核をなす、記念館の必要性が強まった。そうして2003年、平成15年3月8日、水木しげるの誕生日をもって、水木しげる記念館が本町アーケード内にて開館する。 初日の来館者数は1747人であった。2012年、平成24年3月8日、オープン以来初めて館内がリニューアルされ、新たな展示物などが追加された。2018年、平成30年の開館15周年、記念リニューアルでは、ゲゲゲの食卓コーナーが、企画展示室に変わり、アニメ、ゲゲゲの北楼展が開催された。 境港市観光協会、境港商店街連合会、水木茂るロード振興会、水木プロダクションの民間4団体が組織する妖怪ブロンズ像設置委員会が制作、運用、管理にあたる。公式が妖怪ブロンズ像もしくは妖怪立体ブロンズと呼ぶオブジェは妖怪をはじめとして神、死神、縁間、僧墨っ子など悪魔、メフィスト、架空の人物、 カッパの三平、悪魔君、サラリーマン、山田や動物、竜、実在の人物、水木しげる、村布江夫妻などをモチーフとした、多種多様なブロンズ像、銅像群である。造庫は、人が見上げるほどには高くないものが大半で、ごく小さな妖怪像が、見陰石でできた、大きな台座に乗っている、形のものも多い。 一像の大半は、堺港市による整備計画のもとで設置されたものであるが、計画が一旦終了してしまった2003年、平成15年、CF2003-2004 を機に、妖怪ブロンズ像設置委員会が立ち上げられ、委員会は、像の新設のため、寄贈者、スポンサーの公募を始めた。この場合、一体の製作、設置費用は、一式で最低100万円。 当時であった、全国の熱烈な水木ファンがこぞって寄贈者となった、この時期に設置された像は16体を数える。一作品を一体と数えることはせず、一キャラクターを一体と数えてナンバリングするため、例えば、目玉親父を乗せた、鬼太郎の像は一体ではなく2体、2点としてナンバリングされる。また、一キャラクターイコール一体は、 妖怪一体イコール像一体ではなく、例えば、二体で一作品のキジムナーなどは一体一点としてナンバリングされている。銅像は2018年のリニューアルで177体となり、水木漫画の世界、森に住む妖怪たち、神仏、吉祥を司る妖怪たち、身近なところに潜む妖怪たち、家に住む妖怪たちのごテーマにって再配置された。2018年、 平成30年7月における銅像の全リストをここに示す。銅像の名前の後ろにつけた略号は該当する銅像の画像がリンク先のページに存在することを示す。ブロンズ製レリーフ、妖怪レリーフブロンズ5機、エタイル、妖怪エタイル8枚が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。